どうも、オプショントレーダーの熊谷です。今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。日米ともに祝日となった23日、まあ、日本はデリバティブ取引ありましたので、先物とオプションは動いてたんですけど、結局高安で多分ね120円ぐらいの、まあ、めちゃくちゃ小幅な動きで終わりました。上にね、チャートも大して動いてないんですけど、まあ、それでも NT 倍率とか 欧州の PMI が出てきたりね、まあ、一応見るべきところはありますそこで今日は目先このまんま明日ロング継続なのかそれとも天井つけて下がってくる,る方に警戒なのかこれを中心に見ていますぜひ最後までご覧くださいそれでは早速11月23日休日号外版の相場考察始めていきましょう はい、それでは11月23日の相場外況ですけれども、こちら、夕方18時37分現在の先物になります。日経平均の先物は33,720円、280円高でプラス0.84%。これはあくまでも先物の,の前日比ということですね。トピックスの先物は2392.00、プラス16.00でプラス0.67%。グロースの先物が716.00、プラス3.00でプラス0.42%。 パーセントとまあ一応ね。3。指数揃って小幅なまあ。日経平均は小幅でもないですね。割としっかりと上がってきていますえ、そしてえっとビッグスの方ですね。今日は日経平均 vi 動いてませんからえ。ビックスの方が12.92ということでえっといよいよまあ。昨日が13.01で動画撮ってる時にね。12.98とかになってたんですが、まあ、いよいよ。その後。終わっ で、まあ、今朝6時50分、こちらもね一応ビックスも止まってますから12.92というところで、一応ね止まってます、その後少し動いて12.78ぐらいまで行ってるので、あのもうほとんどね、直近の安値のところまで来て、まあ、13割り込んできてるので、さすがにそろそろ落観しすぎというところに警戒というところに来ているとは思います。 ははい今日はねトレーディングビューのお知らせです。まあ、以前、もうブラックフライデーセールですよっていう話をね始まった時にしましたが、えっと、あと1日と何時間ってなってましたから、これね、25日土曜日の夕方17時までだと思います。はいちょっとね、皆さんもあのご自身で調べておいていただきたいんですが、多分土曜日の17時、夕方の5時ですね。はいということなので、まあ、これもね、おそらく例年だと、その後、サイバーマンデーセールが同じ条件で入ると思うんですが、今年ちょっとこのあたりの条件、 条件が去年と比べて変わってるので、あのサイバーマンデーセールがあるかどうか、ちょっと分かりません、あると思うんですけどね、なので、まあ、ほあのいずれにしてもですね、トレーニングビュー、今年はね、もう課金してちょっと使ってみようかなと思う方は、あのもう今のうちにね、本当に23日、今日お休みの間、寝る前に明日、日まあ仕事ある方もいらっしゃると思うので、まあ、うっ しっかりね、忘れてしまわないように、早めに、えー、と課金をしておいた方がいいと思います。で、えっ、ー、と、無料の方は別にね、関係ないので、セールも何もね、はい、一応、あの、概要欄リンク貼っていて、これは、あの、セールのリンクではないので、あの一応ね、アカウント無料で作る分でも、普通のトレーディングビューのリンクになってますから、まあ、この機会に、ちょっと無料からね、トレーディングビュー始めたいという方、チェックしてみてください。はい、もう一つ、カブラボ、サブチャンネルの方のメンバーシップですね。はい、もう再三ご紹介しておりますが、11月度、 すでに9本本公開をしていてい10本目これを今日はお伝えしたかったんですね。ナスダック版当落レシオ投資術ということでナスダック版の当落レシオのチャートの作り方からトレードルール、ね、でもめちゃくちゃシンプルなのでこれ。 明日というかまあこれ収録してるのが今日23日ですから明日24日金曜日に配信予定ですもう台本作って撮り終えましたただ今日この動画作ってるのでこっちの動画ねあの編集が間に合ってないので明日の配信になると思いますがこれも非常に簡単なチャートで誰でも再現性があります でトレードルールっていうほど難しくないんですね。サインが出たらロングっていうだけなんで。ただね、これ、ナスダックはちょっとね、私あの、アメリカ株やんないんでとかではなくて、まあ、今ね、本当に SBI とか楽天証券でも、非常にね、安い手数料で、まあ,あと,、えっと、ウィーブル証券さんとかね、はい、あの簡単にアメリカの株、安く買え一、一株から買えますし、まあ、別に無理にナスダックをそれで買わなくてもですね、日経平均、ナスダックと連動率が高いフェーズも結構ありますし、 ナスダックと、まあ、連動性の高い国内株も結構 こううありまますすすかからナースダックででロンングサインが出てていいるににご自身の投資術に生かすというテーマでお話をしぜひね、興味のある方は見てみてください。11月はベーシックプランでも全部の動画が見れます。そして11本目もね、今月はご用意しようと思ってるので、ぜ、ま、ひ、あ、この機会にメンバーシップ入ってね、ちょっとどんなもんかいなということを見ていただければ嬉しいです。えこの動画の概要欄にリンク貼ってますのでね、まずチェックしてみてください。 はい。それではチャートを見ていきましょう。今日はオプションの手口がないので、チャートの部分だけになります。はい。まず日経金の先物ですね。今日現物動いてませんから、21時3分現在です。23日。3万3700円。上は3万3760円まで今日ね、あの朝方ありました。と朝方、そうですね。はい。760円まであったのか。あ、そうか。えっと、次。 あ最初の方に760円つけたのかな、はい、ということで、まあ、いずれにしても、えっと、非常にね強いですね3万3700円というところをキープしていますですからもう本当に FOMC の時からずっと上昇していてこれがね一旦崩れるかなと思ったらあっという間に、まあ、本当に3万3100円台まで行きましたけどこれで、まあ、昨日の動画でもねもしかして目先の押し目終わったかもしれないここはもう高すぎるんだけどここから買えないよっていうようなチャートの形はしてるんですけれどもまだ あのいろんなね、ッ i スとか VI とか、そのあたりから見ても、わ、まあ、割と底堅い、下になんか突き抜けるようなポジションもあんまり入っていない、そうなると、3万4000円に向けて、じりじりとコール3万4000円を売っている、まあ、あのもちろん、えっと、裸売りというかね、それだけで売っているっていう方は、 とか機関等しかいなくて、まあ、あのもちろんスプレッドなんですけどそれでも3万4000のコールの売り長になっている部分に関してはえかなり、ね、危機感を持ってあそろそろヘッジ戦とやばい、まあ、もしくはもうちょっと前からヘッジしてズ、ね、ルず,ず,ずるずるヘッジをし続けているという場合かもしれませんがこれ一旦3万4000ぐらいまでは12月の SQ までにタッチする可能性は十分出てきているんですよね。な、は、な、い、なのででで今今日日もももも引き続きき続、まあ、はもう本当に出来高も少なくて動きにないんですけどそれでも、まあ高 高安がだってね102あこの先物だけで見ると高安あるんですけど、今日こちら5分足で見ると、ですき、ねまあ、今日朝の8時45分から、あそうね昨日のここが760円かな、はい今日朝8時45分からは740円なんですよね、3万3740円が本当にこれ、えっと、15時。 あの普通の日中、ザラ場があった場合は、ちょうど、ね、ザラ場が終わったあたりか、それからナイトセッション始まった直後かな、これね、16時半ぐらいかな、はい、3万3740円がありました、で朝方、高いところから始まって、あれよ、あれよと3万3620円まで下がったのであ、ここからね、割とまた3万3500円まで戻されるのかなと思ったら、結果的には上昇しました、ただ、高安、たったの120円ですから、まあ、こうやって見ると、なんか値幅あるように見えますが、今日ほとんどやっぱり動いてないんですね。 出来高も少ないし、まあ、上も下も、まあ、なんかヘッドラインが出たわけでもなく、まあ、ニューヨークもお休みだしということで、ほとんど動きがありませんでした。となれば、まあ、チャートを見たとてえ、昨日と何も変わってないんですね。ただ先物の,のチャートで行くと33,700円まで、まあ、これね、あの2日が休みなので行ったり来たりするんですけど、これ24日の 足がですねもう3万3700円で、あの5日線をね、3万3482円、たい三万3500円どころにある5日線をサポートに、まあ、そこから200円ちょい上がってきているので、まあ、今なおしっかりしていてですね、この売りサインが出て、売りサインじゃない、天井サインが出てるんですけど、5MA、下落の 5MA クロスにならないので、ね、あの5日線が下向きになって、ローソカしがその5日線を下抜くという展開には、なかなかならない、5日線で踏ん張ってる 状態なのでで現時点ではねだからまだショートにならずにこれ状況はここのロング継続なんですね。はいでこちらも昨日の動画で見ていただいた引き続きその延長のチャートになってますが、まあ、ここも3万3459円、まあ、3つのね線が今はあの本当に同じところに集まってきていて今度一番下は EMA ですね。 はい、3万3459円ですからここも、まあ、さっき見ていただいた5日線の、ね、シンプルのところとほぼ同じですね3万3460円を割ってくると一旦目先またショートサインになるんですけど今のところは700円ですから上でこれまた、ね、赤くなってますよね。 ロング、まあ、ここに引き続いて2回目のロングを決済したんですがもう1回ロングを入れてそしてこの24日の足でうまいこと言ってるという状況ですから2回決済をしながらまたね再度ロングインをして今中期も短期もロング継続の状況で。 まあ、こう動きとお休みですからね。そんな状況になっています。そして、NT 倍率も、こちらは今度逆に、NT 倍率は下にね、5日線を割ったので、まあ、ロングを一旦決済、私も決済はしました。したんですが、先物ベースで見ると、これだから先物の,の NT 倍率ですね。日経平均の先物とトピックスの先物で作った先物の,の NT 倍率なんですけれども、まあ、今日は、今日というか24日の足はね、株価が上昇とともに、また日経平均の方がちょっと強くなって、 あの復活してきてきると、まあ、全体的な横ばいなんですけど一旦下がって決済したんですが、まあ、私はもうこれ昨日。 のというか昨日のナイトかな、にあの一応打診でまた NT ロングを1枚1枚だけ入れ直しました、まあ、ここからまた下落して、ですね余計なことせんかったらよかったとなるかもしれないんですが、目先はこれ 14.、14.1に向けて上昇してきているんですね。で、まあ、ここにはないんですけど14.3を超えてくると、1段階フェーズが上がるという、また見立てにもなってくるので、まあ、私は一体 ここをロロングでもう1回あのフォローししましたということはですねまああの今日から明日にかけてあの日経平均トピックス上昇するにしても少し流れはねじりっとそんなに大きく NT ロングになるとは思えないんですけどもまたねちょっと0.10.2ぐらいじりじりっと NT ロングの形でまあ、24日ねあの 金曜日は小動きかなと、まあ、ただ週末なので少しあの売りも入ったりして上値も重いかなと思ってるんですけど NT バイスがまた少しロングになるそうするとまたね半導体とか入っていく、気温度の高い日経平均に気温度の高い方が少し上昇して、えっと、しっかりとね日経平均とトピックスが上がるみたいな相場の方がイメージしやすいので私は NT ロングをちょっと怖いので入れ直したということになりますそして金利の方は、まあ、昨日から今日にかけて一旦下げ止まって でただ4.412ですね4.5までは戻らない4.375までいったところから見ると21時10分現在ね4.412まで下髭つけて戻ってきてるので少しだけ金利がまた戻っ上昇しているというところですがまあ誤差ですね4.4%ぐらいで今横ばいですからで期待インフレ率もまあまあ下がって横ばいですよね。そういう意味では やはり引き続き金利的には、ね、株式市場にとっては底堅い状況のままで大丈夫じゃない,ないかなとそして、ね、ビッグスが昨日の終値ベースで12.85。 えっと、12.78ぐらいまでなってるかもしれません、これちょっと遅延があるんでね、まあ、いずれにしてもですね、9月15日の直近安値が12.68で、こっから株が下がってっていうのは、昨日お話をしました、で、その水準にも近づいているんですね、さすがにですね、現状13を割ってくると、さすがに楽観しすぎかなという気がしていてですね、まあ、そろそろちょっと株価が急落して、ビックスがちょっと跳ね上がると、まああの、どこまで行くかは知りませんが、少なくともね、200 200日もしくは25日ぐらいまではするするっと上がって、まあ、それでもね、17に届かないんですよね、25日線が今、16.57ですから、上がったっちっても17いくかどうか、あの200日が17ですからね、まあ、それぐらいまで戻す程度だと、そうすると、なんか急落、暴落というパターンではなくて、ちょっと押し目をつけに行く、そんなところでビックスが少し警戒をして、17ぐらいまでまた戻すと、まあ、そういう動きはそろそろ警戒しとかないといけないと思いますが。 今、ね、ビッグスはかなり定位安定していて目先、ね、何かこう急落するという状況はニューヨークの方もなっていないと非常にしっかりとしています、SP500 の CFD、これは今日の21時13分、CFD 動いてますからね、でそれで見ると0.09%の前日比プラス、まあ、ほぼ横ばいです、金利がほんのわずか上がってますが、CFD ベースではほとんど動いてないか、まあ、むしろちょっと要線で。 ちょっとだけ上昇していると、ナスダック、ナスの100ですね、ナスダック100の先物も,もプラス0.13%ですから、まあ、いずれにしてもね、ニューヨークはほぼ横ばいで、底堅い動き継続です。で、世界の株価で見たときに、21時15分ですね、まず昨日に引き続き、ヨーロッパが堅調というか、ほぼ横ばいですね、動いてません、はいまあ、そんな感じ、ユーロ50も0.11ですからね。 はい、ほとんど動いていない。ニューヨークもダウの CFD が横ばいで、で、SP500 とか、ナスダックで0.1%、0.2%程度ですから、まあ、これもほとんど動いていないということですね。で、まあ、先物が少し、日経平均の方は700円まで来ていると。で、金利がやっぱりちょっと上がってきて、4.41、4.44まで来てるんですよね。21時15分現在。ですから、金利が目先ちょっと上がってきたので、ゴールドがちょっと下がったと。昨日2000ドル 超えてててたんでですすけど、まあ、少し下がってきいてるという感じですねで、えっと、日本の方は昨日に比べると円安に進んでいることもあって、まあ、9600円前後のえグラムの円建てのゴールドは横ばいとでビットコインがまた、ね、ちょっと上がってきているのでこれはちょっと、ね、あの情報見てないんですけど、うんまあ、全体的にはリスクオンとまでは言わない、まあ、今本当に参加者少ないので出来高少ないんですけど、えっと、しっかりしてるんですよね。まあ、あのヨーロッパは あの普通の1日平日ですから、指標もいっぱい出てきて、しっかりとしていると、だからこの状況だと、なんかよっぽどね、突拍子もないヘッドラインがね、今朝なんかもミサイルで起こされたとかね、い今朝昨日どっちだったか忘れたけど、ね北朝鮮のミサイルとか、何かこう想定してないもので、ドスンというのはちょっとまあ予測ね、できかねるという状況ですけど、まあまあ、そういうのがなければ、今のところはしっかりと、上がそんなに終えるほどね、ガンガン上がってはないけど、 まあ下もね。崩れる要素があまりないとまあこんな状況になっています。で、今日は pmi がね。ヨーロッパの pmi がえっと結構出てきました。で、その前に昨日の夜中アメリカのね。ミシガン大学の消費者信頼感。これが結構良かったんですよね。 まあこれもあって、昨日え株価そ、そんなに大きな上昇ではないにせよ、底堅かったのは、まあ、これが出てきて、少し安心感はあったと思います。で、あとね、ヨーロッパの PMI ですね、これ、購買担当者、景気指数ですけれども、フランスは予想よりもちょっと悪かった。 でもね、いずれにしても、うんと、製造業も非製造業も42とか45、50を大きく下回ってるので、しかも6ヶ月、7ヶ月連続のよ、えっと、50割ですから、まあ、そもそも良くないんですね。で、予想よりもちょっと悪かった、ドイツは予想より良かったんですね。で、ユーロ圏も予想よりわずかに良かった、イギリスも、 えっと、わずかにかに良った特にイギリスの方はね非製造業がまた50以上に復帰してきているという形になっています。 なので、まあ、PMI 全体で見ると、ヨーロッパの方は、まあまあ予想通りか、予想よりちょっと良かったぐらいで、株価的にはね、さっき見ていただいたように、ほとんど横ばいからややちょっとプラスぐらいなんで、まあ、株価にはほとんど影響がなかったと。ただ、今日ヘッドラインはね、これ、ブルームバーグなんか出てますが、ユーロ圏の経済活動、6ヶ月連続で縮小と、まあ、これは50以下ですからね、景気後退の可能性高まると、まあ、ちょっとしなんかこう、どとするようなヘッドラインになってますが、えっとですね、まあ、あの、 日本四半期に入っても低迷が続いて、ユーロ圏内がリセッションに陥る可能性は高まっていると、SP グローバルが発表したユーロ圏 PMI の速報値は、えっと、コンポジットで47.1かな、で、エコノミストの予想はさっき見てたようにちょっと上回ったんですけど、でもね、拡大と縮小の境目の50、これ、50よりも上か下かで、天と地というと言い過ぎですけど、あのかなり違うんですね、50.1と49.9では大きな違いがあるというような指標なので、まあ、そういう意味では、 50をずっっとと割ってるよとここねコンポジットっていうのは製造業と非製造業の合算した値ですね。で、えっと、青いのが非製造業。で 赤いのが製造業と製造業はもうずっと半年以上もうずっとね50割ってるんですが非製造業もえー、っとセプテンバーのちょっと前からもうずっとマイナスなんですよね。はい、ということで、まあ、非製造業もユーロ圏ずっとマイナスですよというところが続いているので、まあ、予想よりはわずかに良かったとはいえ、まあ、あのリセッションの可能性がどんどん高まってるというような、まあ、あの報道になっていると。で ECB の副総裁も今日う、まあ、コメントを発していてデギンドス さんなんですね、副総裁は1年にわたる利上げと政治的緊張の高まりによってユーロ圏経済により強い打撃が及ぶリスクを投資家は完全に織り込んでいないと。でブルーームバーグに対して経済 動向に関する市場の見通しは楽天的でえっ、ー、と楽観的だという形でまあ、あの要は高派コメントで冷やしに入ってるんですよねまあ、ドイツもですねまあ、これちょっと長めの冷やしで見てますが今日もま0.17のプラスあの陰線なんだけどプラスみたいなところでなんかジリジリと 強いんですよね、11月の頭から、こちらはもうニューヨークも日本も急激に株価上昇してるんですが、ドイツも大きく、まあ、これ2つのね、珍しいんですけどね、2つのヘッドアンドショルダーズをネックラインぶち抜いて、ですねそして大きな下落、ここがネックラインでまた綺麗にね、押し返されて、スパイクの形になってね、あの下掘ってからめちゃくちゃ戻してきてるというところなので、あのまあ、目先めちゃくちゃ強いんですよね、ドイツもね。でイギリスフィット ででで見るると、まあ、大きく振幅していので横ばいなんですよねドイツほど11月に入って急激な戻りにはなってないんですが、まあ、言うてもイギリスもあのなんだかんだ戻ってきているというところで、まあ、あのちょっとね景気の実態からすると株が戻りすぎ株高になりすぎというところでこれ中央銀行的には株高になる資産高になるということになってるとインフレ再燃の。 原動力になってしまうんですよね。だから、ちょっとあまりにもね、株高も、これはこれで困るんですよね。だから、うまいことコントロールしないと、まあ、大きくリセッション懸念で大きく暴落みたいにね、株式市場が崩れてしまうのはやってはいけないんですけど、かといって上昇しすぎて資産高になる、資産高バブルみたいなね、それは困るわけですよね。またインフレぶり返せますからね。だから、なんとか高派コメントを入れて、 ちょっと抑えにかかってるんだと思います。ということで、ちょっとね、ニューヨークをね、SP500 を同じ時間軸の長さで見ると、実はニューヨークや日本以上にめちゃくちゃ戻ってるんですね。直近の10月の高値なんかぶち抜いて、8、9月の高値も抜いてきてると。 いう形になって実はニューヨークの方が強いということですからこうなってくるとえ今度はね FRB のメンバーも、まあ、続々と、まあ、少しタカ派的なねもう市場は利上げは全部止まった何せ利上げ確率ゼロですからで利下げも来年の5月にはねもうするぞみたいな49%ぐらいが。 あの5月には利下げをするという今予測、期待観測になってますからこれはこれで FRB としても困るのであの高発言をしてねちょっと冷やしたいと思うんですが一応ですね明日の24日とか来週の前半とかちょっと調べたんですけど FRB メンバーのね講演とか何かこうコメント発言する機会って今のところねなんかリストにないのでまあそういう意味ではあの明日とか来週の月火水ぐらい また FRB のちょっと下げさせたい高コメントで冷やされるみたいな展開も。 うん、そういう意味ではあんまり心配しなくていいのかなという気もしていてですね。はい。なので、まあ、明日ですね、24日、あの23時45分ですけど、アメリカが今度 PMI 出てきます。なので、ちょっと要人発言で振らされる、ね、危険性はないんですけど、実は注意しとかないといけないのが明日の夜なんですよね。はい。PMI が出てきて、えっと、予想が軒並み、今のところちょっと下なんですね。で、えっと、製造業が49.9ということで、これ50を割る予想です。で、非製造業がなんとか5 0 ということで、これも前回から比べると予想は少し下がってる、つまり景気がね、全体的にちょっと悪くなってるんじゃないのという予想になってます。で、製造業と非製造業の合算、コンポジットがですね今、50.2の予想なんですね。だからこれ、製造業が思いのほか49.6とか出て、非製造業が50.1とか2とかっていうのが出ると、これ、コンポジットが49.9とかね。 みたいになってです、ね、50より上か下かで大きな意味合いの違いがあるときに49.9とか49.8非製造業はなんとかね50よりも上で50.2とかぐらいで踏ん張ってくれる気がしますがコンポジットが49.9とかってなるとちょっとねあのヘッドライン的にも50を下回るという形になりますから、まあ、そういう意味ではね少し株価あの冷やされる可能性があって。 あの今ねじりじりと、まあ、金利が4.4%ぐらいで止まっていて。 株式市場的にはじりっとまだね、底堅い動きが今、ニューヨークも日本もアメリ、えっと、ヨーロッパも続いてるんですが、アメリカの明日の PMI でね、ここが49.9以下になってくると、ちょっとね、株価がストーンと、日経平均で言うと300円ぐらい下がるような展開も十分ありえるので、これね、明日は日本の市場終わってからなので、夜中ね、少しあのまた急落するみたいな展開があるとここだなというところなので、 明日のまあ0時前はちょっとね、注意をして、先物を見ておいた方がいいんじゃないかなと、個人的には思っています。 はいといいととうことででかがだったでしょうか、まあ、今日はチャートと、ね、ヘッドラインぐらいでしたが、引き続き相場天気予これはまあ昨日と一緒ですね、あの基本は上も下も重いので、雲が多めなんですが、じりじりっと、ねはい、上がっていく、そして3万4000円ぐらいまでは、まあ、十分あってもおかしくないと思いますし、まあ、そこまでに行くまでに、明日の PMI とかをきっかけにね、また3万3500円を割り込むような展開もありえるので、まあ、雲多め、上に行く間は、 3万4000円ぐらいまでは行くぞという目線でちょっと見ておきたいなということで対応が出ておりますはいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンでぜひポチッとよろしくお願いいたします休日も見ていただいてね本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね